もしかして寝不足？僕のこと考えてて眠れなかったとか？わあ、教えてよ。朝から騒がしいな。何の騒ぎ？お、はよ、たくみくん。うるさいと思ったら虎谷くんが。相変わらずだね、君は。ねえ、僕ってうるさい？よかった！たくみくんにうるさいって言われてショックだったんだよ。ほんと、お子ちゃまだね。俺は先に行くから。